遅いねカルロスさんということで、はい、以前、はい、カルロス・ポンセ選手が、はい、YouTuber になったと、やりましたね、いうことをですね、この、はい、チャンネルでも取り上げましたけども、企画まで考えてやった企画まで言ったか、ちょっと投げてたけど投げましたけど、なんとですね、そのカルロス・ポンセ選手の公式チャンネルの方からコメントが公式からまさかのアンサーコメントがね、アンサーコメントがありました。向こうも意識してるな、ライブ意識してるなちょっと読み上げますね。はい、カルロス、カルロスポンセ公式、もうなんか言えないね、ちょっと言えない、すみません、ポンセ公式、ポンちゃん公式が、はい、本人談、はい、確かに守備は教えられないかもでも、はい、面白いこともできるし、バッティングも教えられる。違う、はい、面白いことばっかりだね。はい、ね、バッティング、まあ確かにね、僕見たけど、はい、なかなか。ああ、本当ですか。ただ今のバッティングも勉強してるよ。なるほど。今の時代もやっぱり、はい、まだ続きやります、はい。今度、チームメイトであり、はい、友達でもある豊さんのことを動画で話そうということでですね、スタッフに、ちなみにこれ、うん、スタッフによる和訳です。動画内容を英訳してご本人に見ていただきました、取り上げていただきありがとうございますっていうふうに来て、取り上げるのは友達だもんな。いや、そうだね、もう戦友だから、戦友ですよね、ましてや同級生なんだ。ああ、そっか、いや、ほんとにそうっすね、だから、はや、ポンちゃんですみたいな、はい、言ってる場合じゃないの最初に挨拶、今回みたいな話だ、まずな、あいついや、いいですね、でも嬉しいね、うん、やっぱこう、見ててくれたんだね。いや、嬉しいっすね、やっぱ早かったな、じゃあ結構すぐでしょ、すぐ来たよな、すぐ、もともと、だから見てたんじゃないですか、ゆたかさん、チャンネル自体に。そういうのはスタッフさん伝えて入ってたかもしれないですね、ゆたかさんやってますよ。それで、やったな、あいつ火ついちゃったっていう、バカ、俺もやっちゃったっすね守備は教えられない、はい、その通り分かってんじゃん、ポンちゃんちゃんと守備はダメ言ってましたもんね、守備で走塁ダメ、打つ専門のバッティングを。でもね、はい、ポンちゃんはね、成功すると思うよ。おお、なぜかというと本当に人がいいから、もうあの子じゃない、同級生、同級生あの親父いや本当にね、人がいいんだよ、はい、愛されキャラだし、うん、いやこれすごいじゃないですか、豊さんのね、うん、この技術と、うん、そうね、でポンセさんのこのバッティング技術と、はい、これ合わさったらすごいチャンネルになるじゃないですか。すごいっすね、なるかないや俺も一緒にカート乗りたいよ、あいつと。いや、カートで勝負したいよ。ああ、それ面白いですね、この土俵でいや、その絵は見たいですよ。で、あいつね、この前言い忘れたけど、はい、最後にキノコ食って倒れるとこさ、ちゃ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 って、これで締めるんだよ。それいいっすね、最高っすね、それいいっすね。それ音楽って使っていいのかな。いい、まあ、お店だったら許すでしょ、その格好してて、もう全くコマーシャルベースだもん、そうですね、チャ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 チあれまだ続いてるから、ね、土管は。あ、そうですね。あれキノコに吹き飛ばされたら終わっちゃうから。じゃ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 。